旬の野菜を無駄なく使い切り、さつまいもの冷凍保存&活用方法をご紹介します。冷凍保存を活用すれば最後まで無駄なく使い切れて節約に。冷凍したさつまいものおすすめの活用方法もご紹介。さつまいも適量は輪切りやスティック状などの使いやすい大きさに切ります。切らずに丸ごとでも冷凍できます。水にさらしてアクを抜き、水気を拭き取りましょう。ジップロックフリーザーバッグを用意します。オープンタブと滑り止め加工で開けやすい。さつまいもをバッグに入れましょう。なるべく空気を抜いてジッパーを閉め、冷凍保存します。使用時は電子レンジで解凍するか凍ったまま加熱調理しましょう。冷凍したさつまいもは断面がやや合変しますが、調理すると気にならないレベルに戻ります。揚げ物にする場合はレンジ解凍して水気をよく拭き取ってから使います。煮物に使う場合は凍ったまま煮れば OK。 凍ったまま水から茹でて潰し、おやつ作りにも使えます。丸ごと冷凍したものは凍ったままオーブンで焼いて焼き芋に。食材やおかずを冷凍ストックしておくと暮らしにいいことがたくさん。冷凍貯金の3つのたまる、時間がたまる、栄養がたまる、お金がたまる。冷凍貯金で検索。